こんばんは、ミヤトンです。バリケーズバージョンアップ来ましたので、最初から遊んでみましょう。で、なんか、ロゴも新しくなったんで、まあ、新規一点っていう感じで、結構バランス調整とかされてるかもしれんね。ニューゲーム、フォントも変わったかな？で、まあ、ここら辺は特に変更なく、キーコンフィグまだだね。で、ゲームセッティング、前回確かアイアンでやったんで、今回は1個上げてみようか。スチール。大丈夫かな。まあやってみよう。チャレンジ精神大事だよ。で、フラットな地上はオフでいいや。シード地、まあランダムのベースキャンプもランダム。シード地って多分これ地下の話だよね。まあ地下はランダムでいいや。で、ベースキャンプは、まあランダムでいいかな。1日の長さ、定時勤務だって。どういうこと？ 16 分。在宅勤務？あ、今在宅の方がいいんじゃないかな。うん。重役出勤、社長だね。朝帰り、あ、10分しかない。これ超大変なんじゃないの？朝帰り、深夜残業、働き者、定時勤務。まあ、これがデフォルトなんで、まあ、人生の長さはデフォルトで一緒。で、昼夜の変動値。これ、だんだん短くなってく率かな？あ、これでじゃあゼロとかもできるのかな？あ、できるっぽいね。多分これって夜の長さがどれぐらい増えていくかっていう割合だよね。まあ、15秒ずつ、昼間が短くなっていくってことかな。まあ、こんな感じで。あと、ま、久々なんでオープニング見ますか。いきます。さあやってきました。なんか今の絵もちょっと違ってたね。新しいベースキャンプです。十字架、お墓になっちゃってんじゃんこれ。大丈夫で、まあまあ初期はいつものこんな感じ。あ、でこれがあれか、その境目の看板ですね。で、あとなんかこれがインベントリの移動するやつか。これ整頓かな。つか、これを見てる前に、ホリに行った方がいいと思うんで、ここはね、イベントなんでね。まあ、大丈夫でしょう。ホリ行きます。で、まず、遺跡を、あった。遺跡を見つけようという話。あった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 。遅い！掘るの遅い。で、まあ、垂直に、降りていこうね。宝箱。いいね、いいね、いいね。あ、これはいきなりだけど、とりあえず木炭作っとこうぜ。箱作って、お、土のう弾だって。ちょっと待って、こういうの見るのもさ、箱が作れねえ。うわ、釘だー。ちょっと待って、だから炉に入れときゃいいんだよな。とりあえず、木炭作っとく。やばいやばい、時間大丈夫。で、これが土のうブロック20、耐久値20、ストーンが100、レンガが200になる。まあ大丈夫だと信じてる。で、木取ったり石取ったり土のう取ったり鉄取ったりして、箱欲しいんで鉄か。で、あれ、ちょっと待って、そのロボ。石とかさ、鉄とか銅とか、ちょっと大丈夫？まあ大丈夫かな。あ、朝来ました。
OK です。で、あのロボ鉄、鉄にしとく。鉄、で、石と鉄のあの鉄くず壊して鉄筋とか釘とか取んないとまずいけないんだよね、この下に見えてるやつ。あれを壊そう。おっせーな。で、なるべく敵を倒したいわけだが、どうなるかな。鉄くず、あとなるべくやっぱりその地下の入り口からそのまま降りてこれるような場所を掘ってこう。まずそれだ。火薬、鉄くず、鉄筋、鉄筋、銅板、鉄くず。だから溶鉱炉2個目取んないとね。あと釘が欲しいんだが、溶鉱炉を作るためには石となんだっけ、いろいろ作んないとね。お、鋼鉄とか出てきたな。で、最初何ができるんだっけ。何もねえんじゃねえか。ちょっと一回戻るか、これ壊したら。で、鉄くずを溶かそう。ストップ。で、まず土のう弾、土のうブロックを5個、なんだっけ、メテオライターだっけ、これか。メテオライターが作れるようになる、こういうやつだ。 UFO キャッチャーの逆版だね。ちょっと違うか。スピア、スパイク、あー、で、ポイント今200しかねえんだよ。あ、で、名前変わったそうです。フレームスロワーが、ヘルファイヤーに。これ名前負けしてない、大丈夫？でもなんか、順番的には上位のトラップだよね、これ。他はなんか変わったかな？まあ、ここは変わってない。回転式も、まあ、特に変わってない。で、なんだっけ？もともと作れんのか、あのピットフォールだっけ、ピットフォールと、あとなんかね、もう一個なんだっけ、ミュータントブリッジだっけな。ファイアウォークがあってピットフォールあるね。これは重さが来ると落とすような設定値を決められるらしいんだけど、あとこれがミュータントブリッジ、これはなんだっけな、あのワンちゃんは登ってくるけどゾンビは落ちるみたいなやつらしいんで、一個作ってみる。今作ってよかったのかな。とりあえずこれも置いとこう。あ、で、なんかここのね、ショートカットがなんかね、あの数字キーで押せるようになったみたいです。それも嬉しいよね。これどうなんだろう。まず左からだよな。これ威力どんなもんなんだろうな。攻撃力4。スパイクの方が威力高いのか？スパイクも作っとこう。木材ぼちぼちあるんで10個ぐらい。で、鉄溶かさないといけないんで。待って待って、炉作んないといけない。炉。はい、炉が2個作れる。クリエイト。で、ミュータントブリッジ。ミュータントブリッジはゾンビを落下させることができるブリッジです。壁や天井に吸着しながら移動する敵ミュータント専用のブリッジです。この施設は弾が通過します。おお、綱渡りみたいな感じか。まあ、これもなんか新しい使い方があるんだろうね。これはこれで。忘れないように置いとこう。で、あと箱。箱にいらないものしまっときつつ、どうしよう。鉄溶かさないといかんね、まずはね。鉄、鉄。あと、レンガも欲しいな。鉄、ゲットして、入れる。入れとく。で、土のうやっちゃうか、もう。13個しかねえや。まあ、レンガこれから使う。いやー、ちょっとさすがに壁用に持ってとかいいか。あ、銅板結構出たんだね。よし。じゃあ、とりあえずまた掘り行く感じかな。入れとくか。102個。
で、どの道ポイントが足りないので、ゾンビに対して何もできないよ。スパイクしかない。ここから降りていこう。遅いな。で、基本は木と鉄くずを取る感じだね。燃料がなかったよね、確か。ずっと燃料足んない足んないって言ってたもんね、初期の頃のプレイでは。まあ時間もまだまだあるので、早くするか。早くしてもこれか。で、まあまあその辺の鉄くず取んないと始まらないんで、これは取りましょう。ちょっとずつポイント溜まってんな。木も取ろう。あ、セラミック出てきてる。だから石取った方がいいのかな、俺は。3回で終わっちゃうのか、俺。三七拍子だな。まあ、自由落下しやすいように。そう、道をね、最初から作ってこうっていう、そういう気持ちがあれば、きっと綺麗な、迷宮じゃない、地下世界になるはずだ。いや、どうやっても迷宮になるだろうな。どうせまた金がない、ウランがないっつって、探すことになりそう。よし、じゃあまた、垂直。いやー、でもこれ、どうなんだろう。とりあえず、黒いっつうか、次の階層まで行っちゃったら、あとはもう鉄、ひたすらって感じかな。鉄じゃねえ。なんだ？何をすればいいんだ？まず、行くべきだよね、そこまで。下の階層まで。で、その後、石、セラミック？なんだ？足んなかったのって、いや、セラミックとチタンか。でも最初木足んねえんだよな。で、チタンなんか出てくるのも随分先だろうしな。石炭が出てくれれば嬉しいんだけど、それ鉄？珍しくない？こんな早く鉄が出るなんて。あと、銅か。銅と石やんねえといけねえのか。そこに置いた方がいいかもな、ロボット。鉄と石が両方取れるので。ここにすっか。石もまあ、ぼちぼち取れたと思うので、一回また、溶鉱炉作って、セラミック作っとく？で、箱作んねえといけないんだな。一回回収して。場所変えよう。そこそこある。あっちにしよう。石と鉄両方欲しい。だから俺はずっと木を掘ってればいいんじゃないか？ここ。では一回上戻って、また溶鉱炉作ろう。鉄入れて、鉄。燃料。これか。また入れとこう。で、入れて、火炎瓶とかま、しまっとこう。ガラス、鋼鉄、まあ、この辺まだ使わねえだろ。で、スピアじゃなくて、なんだっけ。トラップと、ファイアウォークってどっちが威力高いんだ？ 6 の18。そっか。多分、交互とかがいいな、これ。おそらく、威力とか、燃えると足遅くなるから、そこら辺を考えると。こんなのが、いいのかな？左からしか来ないよね、最初。そこら辺ちょっと覚えてないというか、定かではないんだが。で、溶鉱炉か。作っとこう。石が15個。わかった、取ってくる。石か、やっぱ石なのか。一緒に掘ろうぜ。で、木が足んなくなるのは分かってるからね。木取ろうね。鉄のグラフィックもちょっと変わったかな、なんか。石いっぱいある。
鉄前はもうちょっとなんか銀色だったよね。石30個になったら45個作って45個手に入れたら、ヨーコロ3つ作ろう。ヨーコロ3つ、よし。あと箱作んないといけないから釘作っとこう。鉄板あるんで釘全部やっちゃえ。では俺は地下に掘ってきます。まず中央道を作ろう。国道1号線だ。土のうかレンガやった方がいいな。で、ヨーコールもバンバンレベル上げた方がいいんだよね。セラミックも作んないといけない。空洞が見えてきた。まあ、6本分、6車線の道路を。6車線っていうのか、これ。落下式は2車線使ってんだね。鉄くず取るか。あ、2個かこれ。お、レンがいっぱい出てきたね。よし、一回戻って、ヨーコールできたよね。できた。しまって、で、やっとくべきは土の半分と鉄くず入れて、こんなもんか。で、なんかあげられる？石があればもうレベル2になるのか。レベル2ってなんだっけ？あとレンガだよね。石と土のうか。あ、だからレベル2にもガンガン上げた方がいいんだ。そうしよう。石をひたすら取って、レベル2にしよう。石。大変だの。取り尽くそう、石を。で、もうちょっとでなんだかんだで夜が迫ってます。鉄くずも取ろう。あれだね、石取って木取って。レベル2上げんのに石が45個だっけ。125個になった。まだまだだな。で、忘れてた。銅か。銅とねとまずいのか、次は。あと、燃料の木も、まあ、取れるとき取ってた方がいいっしょ。銅探そう、銅。よし、戻るぞ。これは硬いんだね。一回戻って、セット、上げられる。上げる、上げる、上げる。何が足んない？土のう？土のうが足んねえとか。まあいいか。レンガにしてます。鉄くず。鉄鉱石。鉄鉱石がもうこんなに集まった。ちょっと意外じゃない？で、セラミックもやっとこう。入れちゃえ。いや、これは当分やっぱ掘る日々だね。地下向かうか。で、もうちょっとで夜が来るので、スパイクもうちょっとやっとくか。木あるよな？ある。スパイク、25個。ちょっと多かったかな。まあでも2個しか使わねえからな。やっちゃやっちゃ。掘ります。これやっぱここと同じだけ道広げちゃうか。ここ、これ6車線だよね、ここ。6車線っつうのか。そこもいらねえんだからな。これで6車線です。下へ掘っていこう。で、銅を探す。一回だから地下まで行っちゃおう。そっちの空洞なんだ、ちょっと行ってみよう。あ、銅あるね。目の前にあったじゃん。なんだここすごい広いぞ。次の遺跡とかないよな。あったら嬉しいけど。
いや、まあこの辺を取るしかねえな。上は？道がすごい繋がってる。天井が見えてる。うまー、とりあえずはやっぱり道を進めていくのでいいんじゃねえかな。で、鉄結構今取れたから、どうに回そう。コイルね、そうそう、コイルずっと足んねえ足んねえって言ってたから、でかいところでやってもらうか。ここだ。よろしく。で、俺は掘っていくぜ。下に行きます。6車線。木がいっぱいある。夜が来るね。どうしよう。戻った方がいいかな。スパイクやるか。待ってね。あ、来ちゃった。スパイクの設置だけやろう。あ、もう来てんじゃん。早い。あ、どうなる？これ置けねえんだ。置けるわ。あ、遠かったのか、俺が。敵の耐久値とかね、見えてればいいんだけどね。ダメそうだな。まあまあ、俺がいてもしょうがないんで、行っちゃおう。今回あれでしょ、スチールにしたから、相当勝てんじゃねえの、敵。鉄鉱石。石入れちゃえ。倒せてる？燃えるとすっごい足遅くなるね。だからファイアウォーク有効なのかもな。第二陣来ちゃった。あ、もういるよ、赤いの。しかも目だけじゃないじゃん、今回。なんか全身が赤いじゃん。これやばくない？いきなりだけど、いきなりもう無理かもしれない。ダメかもしれない。大丈夫これ？スピア、スピア、スピア。もうちょいもうちょい。そのための材料を集めに行こう。絶対コイルとか使うでしょ。石ほっとくか。銅と鉄と石と、下行っとくか。大丈夫か、朝来るか。そうかそうか、最初はこうなのか。いや、こーえ、ほとんど壊れちゃったよ。で、まあ、スピアだよね。取りました。で、スピアが、ブレード。あーで、まだあれか。あれやってないんだよね、その、素晴らしいレシピやってないから、ブレードって何でやるの？鉄の板か。まあいいでしょう。やっちゃえ、全部。鉄いっぱいあるでしょ。あるある。燃料はねえや。あ、いっぱいあるわ。入れて、まあ50ぐらい入ったらいいか。レンガ入れちゃえ。で、ちょっと待って、一回キャンセル。ブレードがいくつ必要だって、スピアが。20だから40個欲しいな。いける、40個。80か、40、これで OK で、釘ってなんだっけ。あ、箱のためにか、俺用意したのは。箱作っとこう。3つ作っといて、よし、掘りか。することないよね。よし、掘りいきます。とりあえずね、第二階層まで行こう。で、その後必要な資源をひたすら掘る日々が始まる。
あれなんか思ったよりポイント溜まってない？あ、400使った後あれか、あの火をまたいだ200ポイントが入ったのか。敵を倒さなくてもなんか1日防衛しきると200ポイント入るっぽいので、まあそれのおかげかな、200あんのは。で、敵を倒していかないといけないから、次なんだろうな、ダメージ取れるやつ、やっぱアロンなんのか。つかあれやりたいの、メテオフォール取りたいよね早く。あの土のう弾を作りたい。あ、動画で見えてきたな。銅と石が一緒に取れるから、やっぱここでまたやるか。お、セラミックいっぱいで、銅を溶かさないといけないから炉を上げたりして、まあ、とりあえず地下まで行こう。地下というか掘れないところまで行こう。掘れなくなるところまで。ちょうどここ資源がないね、ずっと道が汚くなっちゃう。埋めたいよね、ここまで来ると。あ、鉄だ。それはしょうがないな。よし、じゃあロボット持ってくるか。ここだけ取ったらロボットがこれ、銅で、銅と一緒に石が取れるところで、そこ、よろしく。よし、戻るぞ。一回またセットしよう。ブレードを20本できたかな。スピアが2つあるとまた変わるだろうなっていう。40本でスピア2つ。あれ、コイルか、コイルか。そうか、作業台もそろそろ作んねえとまずいな。石が足んない。鉄くずを違うとこでやろう。ここでどうやって鉄くず、こっちで、コイルありったけ作っちゃえ。全部8個。スピアがいくつ、コイル24か。銅がちょっと取り始めるのが遅かったね。やはりこうなるのか。あとスプリングオール作ってきたよな。あ、なんかここも変わってたね、今気づいたけど。燃料、火炎瓶、あと矢が2つで、これがなんだっけ、土のう弾か。石弾と土のう弾があって、でも多分石の弾を撃った方が威力高いんだよね、このメテオ、なんだっけ、ライター。どっちも弾使えるっぽいけど、多分こっちの威力高いよな。あ、爆弾はカタパルト専用なんだ。そっかそっか。で、あとそのスプリングウォール、コイルとスプリング、スプリングが結構拾えたみたいなんで、やっぱりコイルだね。ひたすら銅だな。掘り行くか。しまって、で、あとこれ正当ボタン押しました。置いとくか。ちょっと雑ですけど、今はまあいいかなっていう感じで。燃料こんなもんだろう。よし、行くぞ。また地下へ。地下行くのだ。遺跡を探そう。どうだ、6マス6車線、これでギリギリ避けてる。あ、ダメだ、垂直落下できねえ。もうこうなってしまったか。お、背景変わるね。なんか背景が変わるところが、そのなんか地層が変わるところなのかな。あ、これ違うやつ。ああ、もう来ちゃったんだ。
そうかそうか、じゃあここまでなんで、まあ左右探索に行った方がいいよね。でどの道いろんなものが足んないので、おそらくああいう鉄くずを壊した方がいろんなものがオールマイティにもらえるからいいよね。スピアのためのコイルか。よし、また銅入れとこう。そっか、で石があればまた炉が早くなるんだ。またやります。銅でコイルは16、ありったけよろしく。まだ足んないよね。よし、行くか。すぐには無理だな。石取って炉を早くしよう。今はその時じゃないか。石と鉄くず、鉄くず壊すとあの燃料とかも出てくるしね。ガラスの板とか、ああいうのも美味しいよね。まあ土のうは土のうでレンガになるし、つか石足んないだろうから最初のメテオフォールはやっぱり土のうの玉作るしかねえ感じかな。まあでも試してはみたいよな、どの道。で今後チタンと石炭が出てくるのか、そこにたどり着けるのはいつなんだろうか。それ取ろう。さあまた夜来ちゃうぞ。それまでにスピア1個は作りてえな。銅の回収、銅炉2つでやるか。止める、1個上がるな。上げた。コイルが33で1個作れる。1個、ブレードがある。コイルがあと15個。足んねえか。だからそこでやろう。鉄くず、鉄鉱石今ないのか。しまって、あ、ギア拾えたね。よかったよかった。ギアも結構大変なんだよな。スプリングウォールで使うんだっけ。いや、コイルだわ。コイル、スピアがとりあえず1個。コイルだからやっぱり可能性があるのがあれなんだよね、結局こういうやつ。お、今1個出たね。あと燃料だよな。燃料は当分木だからな。木も掘ってこう。いや、石も欲しいんだよ。炉を上げたいんだよ。まあずっとこういう調子になるわけだ、最初はな。そうだそうだ、思い出した。鉄と炉と石と必要なものがいっぱいだ。取れた。木、木届く。それ届くね。夜が来る前にもう一個スピア作っときたいな。お、ギアがいっぱい。よし、これで取れねえ。またいけるんじゃない。コイル24個貯まればスピア2つ目。これと鉄くずがいっぱい出てくるな。スピア1個で、コイル、コイル全部やっちゃえ。これで足りるのかな、数的には。あ、やべ、木なくなっちゃった。まあでもこんだけ燃料あれば足りるか。レンガ、土の半分で、あれか、セラミックも作っておきたいから、やっぱり炉だな。もう炉が足んねえか。6個作れるから、まあ、2つ。こんなかな?で、作業台ももう1個ぐらいそろそろ欲しいね。いけるな。
あ、今コイル作ってんのか。待ちます。あ、間違えた。またやっちゃった。修理は V だよ。